皆さんこんにちは、ゴリラチャンネルのケビンです。今回ですね、今大阪に来てるんですけど、今流行りの食べ物を今日は頼んで、今注文を取ってきたんですけど、マジね、お店がとりあえずすごい場所にあった。結構疲れた。結構遠かったんですけど苦労してゲットしたので、これを今日は食ってみたいと思います。でね、今韓国ドラマ流行ってるじゃないですか。で、韓国ドラマで結構最近の流行りのグルメがめちゃくちゃ出てるってことで、まずね、ポテトフライと多分チーズフライかな、なんかハングルで書いてあるんですけど、これを2つ今日はゲットしました。めちゃくちゃいい匂いがする。でですね、見て、ちゃんとね、手袋くれた。使わないけどね。はい、というわけなんで、まず、おぉ、やべえ、やべえやべえ。ということで、今、フライドチキン、まあ、韓国でフライドチキンって当たり前だと思うんですけど、俺もね、韓国、まあ、数えられるほどだけど行ったことあって、フライドチキンはめちゃくちゃうまいんですよ。で、今回、今流行りのこいつです。まず、フライドチキン、スタンダードですね。おぉ、これですよ。じゃーん、ヤンニョムチキンです。うまそう。これがスタンダードフライドチキンで、こっちがヤンニョムチキンで、一応ね、こういうサイドもついてきてます。はい、ということで今回このフライドチキンとヤンニョムチキンを食っていこうと思うんですけど、初めて、あのフライドチキンは韓国で食ってめちゃくちゃ美味しいの知ってるんですけど、ヤンニョムチキンは初めてなんでめちゃくちゃ楽しみです。多分甘辛なソースがついてる感じですね。これで鶏が1羽っていうことで、本来は多分3、4人前の量なんですけど、多分余裕で食えると思う。余裕で食えると思う。じゃあ早速食ってみようか。まずこっちのスタンダードフライドチキンいただきたいと思います。今日ね、何も食ってないからね。一応こう手羽とか鶏ももと鶏の胸、まあ全部1羽使ってるんで、ウィングスもあるし、いろいろな部位があるってことで、多分食感がいろいろ違うんですね。ウィングもあるし、こういうドラムスティックもあるしっていう感じです。じゃあまず王道のドラムスティックからいってみましょうか。いただきます。この音聞いててね。うわ、サックサク。うん、美味しい。味がね、ちょうどいい。濃すぎず薄すぎず、ちょうどいいところですね。うん、ジューシーですよ。ジュース見えるかな。うま。こういう食い物ね、食うの久しぶりなんで、こういうとこ来た時ぐらいだよね。で、今やっぱレストランで食うのも、まあ一人だし、テイクアウトかなと思ってテイクアウトをしました。うまっ。あっという間に1個。ごちそうさまです。うめえ。なので今回動画内で全部食うわけではないので、1個ずつちょっと食べ比べて、あとはゆっくり自分で食べたいと思います。では次、これですよ。本番、ヤンニョムチキン。いいね、うまそうだ。さあ、匂いはね、甘いね、バーベキューソースみたいな感じがします。じゃあこれもドラムスティックをいただきたいと思います。いただきます。ああ、本当に甘辛いバーベキューソースだ。見えるかわかんないんですけど、粒々がね、このソースの中に入ってるんですけど、胡椒かな、めっちゃ効いてる。なんかね、最初甘くてケチャップっぽいかなっていう感じがするんですけど、後からめっちゃヒリヒリくる感じ。うまっ。あ、これね、酒好きな人めっちゃ好きだと思う。味が濃いわ。多分ね、ベースは普通のフライドチキンなんですけど、ソースがいい感じ。水めっちゃ飲みたくなる。米食いたくなる。でね、今回買ったのは、梅田にある、なんかね、商店街の中にある、周りがね、なんか、なんていうの、風俗街みたいな感じで、
めっちゃ声かけられたんだけど、その中にあるなんかね、本当に韓国人がやってそうな感じ、なんかのメタルのテーブルと椅子があって、で鍋があってチーズがあってみたいな感じで見てて、でそこでテイクアウトしたんですけど、美味しいね。なんか本場感があったんで、多分間違いないお店だとは思います。いや、ちょっとお酒入ってるのかなっていうような感じもするね、このソース。これは今回このフライドチキンとヤンニョムチキン、ヤンニョムソース入りのチキンを食べてみたんですけど、大満足です。なんかね、正直衣の感じはちょっととんかつっぽい感じ、衣だね、本当にフライドチキン素揚げっていうよりは衣をつけてそれを揚げてる感じがします。でもね、 KFC とかそういうのに比べると全然違う。もう本当にざっくり系なんで、もう食感楽しみたい方はめちゃくちゃいいですね。俺はめちゃくちゃ好きだった。で、これ1話分なんで、まあプロテインも取れるし、ただファット高いね。ということで、食べ進めたんですけど、見て。半分。ということで、半分しか食えませんでした。重い。やっぱね、普段からこういうの食ってないせいか、かなりきます。まあ半分以上かな、食って、胸の部分と腿の部分と手羽でドラムスティック食ったんですけど、腿がマジうめえ。腿はね、もうこんぐらいのコロッケみたいな感じ、多分ね、これとかね、腿、もう一個腿なんですけど、柔らかい。胸はやっぱりテンダーなんですよ。噛むとすごい弾力があって、繊維があって、まあリーンなのはいいんですけど、やっぱりこういうの食うからにはジューシーがいいじゃないですか。モモンのね、唐揚げに衣つけて、とんかつにしたみたいな。鶏カツにしたみたいな感じ。で、さらにこいつ、ヤンニョムの方はめちゃくちゃ美味しかったね。もう、ソースもそうだし、ジューシーさもそうだし、文句ない。うまい。ただ、やっぱしょっぱいしょっぱいだから飽きるね。飽きるし、米もないし、だからまあ頼むときはやっぱり1、2人前がいいと思います。3、4人前は難しいので、まあ頑張って食べますけど、とりあえず、こんな感じでした。ここにいる間だけは美味しいものを食べようと思うんで、お楽しみに。では今回ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。また、まあ、こういうものを食べてほしいよとかリクエストがあったら、ぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。